スベトラーナ・クリコワは、ロシア・モスクワ出身の、女性フィギュア・スケート・アイスダンス選手。2003年ネーベル・ホルンハイ優勝。パートナーは、アルセニー・マルコフ・とビタリー・ノビコフ。モスクワに生まれ、3歳の頃にスケートを始めた。やがてアルセニー・マルコフとカップルを結成し、1997から1998年シーズンの ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。 1999から2000年シーズンには JGP クロアチア杯で優勝を飾り JGP ファイナルへ進出して6位入賞。また世界ジュニア選手権にも1999年と2000年の2度出場し最高位は2000年世界ジュニア選手権の6位であった。2000から2001年シーズンからはシニアクラスに完全転向し ISU グランプリシリーズに参戦。 2001年、ポーランドのザコパネで開催された、冬季ユニバーシアード競技大会では3位となった。2002から3003年シーズン、スケートカナダで3位となり、グランプリシリーズで初の表彰台に上ったが、同シーズン終了後にカップルを解散した。2003から2004年シーズンにより、ビタリー・のビコフと新たにカップルを結成し、世界選手権を呼び、 欧州選手権にも出場を果たしたが、2004から2005年シーズン終了後に解散し、競技から引退。引退後はアメリカでフィギュアスケートコーチ兼振付師として活動している。ありがとうございます。